こんばんは、ヨテーナです。こんばんは、まあ、ちょっと早いんですけど、今日はバスケの応援もしないといけないですし、私もいろいろと覚えないといけないことがちょっと山積みなので、早めにその帰ってきて早めにやって、それで楽しいことはアートでっていう感じしたいなと思ったんで、ちょっと早いですけどこの時間にショールームもさせてもらいます。そうですね、バスケ8時10分から始まるから、もうマジで絶対勝ってほしい、絶対勝ってほしい。なんかね、いろいろとね、なんかニュースで見たんですよ、こうすればこうこうみたいな。でもとりあえずもうね、とりあえず勝てばいいだけってことは本当分かりました。なんかもしもの話もねしてくれるんだけど、そのなんか大変なの、もしもになったら。だからマジでそんなことも考えずもとりあえず勝つと思ってもう応援するしかって感じだから、もうそれで応援しようと思ってあれなんだけど、カーッって感じでね、もう応援するしかなんで、マジで応援していこうと思います。まあ755はもうないんでね、実況はしないですけど、みんなも一緒にね応援できたらいいな、心の中でって思ってます。なので一緒に応援してくださいね。まあ本当にとりあえず勝ったらもういいんです、もうマジで勝って。なんかね、相手のあのね、あの今度の今日の相手の国めっちゃちっちゃいんだ、国なんだって。で相手もこの一勝を取ればなんだっけ、アフリカで1位になれてチケットが取れるみたいな。だから日本もそうだけど、なんかお互いこの1勝取ればそのなんかチケットが手に入るみたいな、結構ねお互いねキワキワな両国らしくて、そう、あ、そう、カーボベルベ、あ、ベルデそうらしくて、だから結構お互いにあれならしいし、あとね相手のねとこでなんか元 NBA 選手で2メートルめっちゃ高い人がいるの、2メートル何センチだったっけ、2メートル20何センチかな、それが2メートル10何センチだったかな、めちゃくちゃでかい人がいるらしくて、そうその選手に要注意みたいな感じでニュースで言ってたんですよ。そうだからそう2メートルね、何センチだったかな、忘れてないけど、めっちゃでかい人がなんかいるらしくて、あ、そう、2メートル21めっちゃでかいでしょう、めっちゃでかい人がいるくて、その人が結構要注意みたいな感じ。そうでされてたるから、本当に頑張って応援します。これもまた今日も開けたいと思います。キャーン、え、マジでだから本当に、あ、本当に勝ってほしい、とりあえず勝てばいいんだよ、勝てばね。だから本当に第1クォーター目からあの勢いのあるいい試合ができればいいなって思ってるので、マジで本当にあの応援しまくりまくりまくりって感じで、またちょっと夜やらないといけないこともいっぱいあるんですけど、もうそれはあのこのショールーム終わった後と、まあ、ご飯も作るけど、終わった後に頑張ってやって、ブワーって頑張ってブワーってやって、バスケはバスケ見て息抜きして、でまた覚えることブワーって覚えてっていう風に頑張りたいと思います。じゃあ行くよ、せーの、じゃん、え、かわいい、かわいい、え、美女よ、シナモンさ、え、めっちゃ美女いいんだけど、え、かわいすぎん、
けど、え、美酒やばい、めっちゃ美酒いい、可愛すぎ。あと何か言おうとしたんだけど忘れちゃった。なんかね、とりあえずでもね、どうせ近所迷惑になるけどね、あんまり聞こえないんだよなこの家って、声とか。そう、私この家も住んでるんだけど、全然ね誰かの声とかね、聞こえないの。なんかなんだろう、生活音は聞こえる。例えば戸を開けたりとか閉めたりとかする時のあの音は聞こえるんだけど、でも声とかはね全然聞こえないんだよね。なんかうち結構こうファミリーとか結構ちっちゃい小学生とか住んでるんだけど、全然聞こえなくて。そうなんだよね、一回に聞こえないんだよね。今日せーの、あ、まただ、かぶったんじゃねこれ。ママロちゃん、ママロちゃん、あ、え、かぶってないか。あ、ママロちゃん出てない気がするわ。出てないわ、まだ。かわいい。そうだ、ニコニコでかぶったんだった、それをこの前。だからもうどうせみんなバスケの応援してるだろうからさ、まあ、あの近所迷惑配慮した応援の仕方ぐらいの応援の仕方するわマジで。そう、ちゃんと近所迷惑を配慮したちょっと応援の仕方しようなと思って。もう本当にやばい頑張ってほしい。渡辺選手もそうだし、一昨日活躍された比江島選手もそうだし、でもやっぱりあのリバウンドとかがすごい、やっぱホーキンソン選手も結構、この辺の試合ホーキンソン選手そこまで得点とかなかったけど、でも本当に毎回毎回、その前の試合とかもさ結構こういっぱい得点取ってたしさ、すっごいいいプレーしてくれてたからさ。あとは富永選手のどれだけスリーが入るかなっていうのもとても楽しみです。あんまり調子がよろしくなさそうだから、落ち着いて自信を持って3を投げてほしいなっていう風に。やっぱりああいうのって結構さ、なんか中に切り込むのも結構大切だけどさ、意外にやっぱり3勝負なとこってあるんだなって思いました。なんか1点ずつとかこう2点とか中にこう切り込んで、結構さ河村選手とかも中に切り込んでたと言ってたけどさ、でもやっぱ身長的にどうしても叩かれてたからさ、上からどうしてもボールがなかなか決めれなかったじゃないですか。だからやっぱり3の外からのがあれがやっぱり強いってなると、やっぱ3を結構入れられる富永選手とかもね注目して頑張ってほしい。結構やっぱあれでね、前の試合結構あのノリが乗ったっていうか勢いが乗ったじゃないですか。だからやっぱりとっても注目していますし、あの富樫選手も河村選手も3打てる選手なので、そう、あのそれこそね、だって前の試合とか河村選手ね3決めててめちゃくちゃすごかったっていう風になってたから、結構3やっぱりみんな決められる人いっぱいいるんだなと思って。私はちょっとあんまり詳しくないから、その最近のやつしか、でも本当に日本すごいなって思ったから結構頑張ったし、ね、なかなかね前の試合も入らなくてちょっと苦戦してたじゃん3が。だから落ち着いてね、もういっぱい打ちゃ入るっしょみたいな感じで頑張ってほしいなってめっちゃ思ってます。はい、ダダン、来たよ、やばい、 キティだーん、かわいい。え、待って、キティちゃん寝てるんだけど、え、めっちゃかわいい、やばー、めっちゃかわいい、え、やばー、寝てるんだけどかわいすぎる、やばい、かわいい、めっちゃかわいいわ、最高、ありがとう、嬉しい。なんかバスケ見る前からテンション上がっちゃうこともあって嬉しいわ、ゆりなちゃん、嬉しいわ、ゆりなちゃん。もうほんとバスケの実況みんなと分かち合えないのめっちゃ寂しいわ。1755でつぶやくのさ、好きだったよってさ言ってくれてるみんなとさ、そのさ共有できるのが好きでさやってて、さみんなもさ
それを共有できて嬉しいって言ってくれたと飲めて嬉しかったからさ、もうできないなと思ったら悲しいんだけど、マジで悲しいんだけど、本当に一人で騒いどくね、また本当。じゃあ行くよ、せーの。え、キティちゃん2個目出た。え、嬉しい。え、キティちゃん2個目出ちゃった。やばいんだけど、かわいいよ、めっちゃ嬉しい。推しはかぶっても嬉しいですよ、ありがとうございます。推しかぶりは嬉しいよ、これ1個つけよう。嬉しい、よし、これがラストだ、ラストいくぜ、せーの。あ、またかぶった、まめちゃん絶対マメルって被るんだよな、なんでなんだろう。こんな感じで被りが2でしたね、今日は被り2で新しいのが1でした。あ、かわいい、最高、ありがとう、ありがとう、嬉しい、いや最高だ、嬉しいの、嬉しいの、嬉しすぎる、いやー本当にみんなもバスケ愛しよう。それでまたさ、次の日ね、バスケについてみんなで語り合おうぜ。勝ったねって語り合いたいね、勝ったねってみんなでおめでとうジャパーンって言いたいね、最高だ。バスケ面白いね、やっぱバスケ、やっぱバスケはさ、ちょ一番スポーツで知識自分が持ってるから一番見てて分かりやすいわ。ちょっと目がいつちょっと、マジ我ら香川県民の渡辺選手頑張って。もう他の選手もいっぱい見どころいっぱいあるし、決してなんかさ、そのステージじゃないわ、なんだっけ、あのコーチじゃなくて、なんだっけ、あれフィールド、あ、なんて言うんだっけ、まあ、フィールドにさ立ってる人だけじゃなくてさ、本当にさベンチで待機してる選手の人のもうめっちゃ声出してるじゃん、すっごい声を出してめちゃくちゃ仲間をこう応援してるし、会場にいる、会場にいる なんだっけ観客の皆さんのさ、やっぱりなんていうんですかね、声援のさ大事さだったりとかさ、あと相手の人がさフリースローやれる時々の ブーイングとかね、ああいうのやっぱ大切なんだなってめっちゃ思いました。なんか実況の人とかも言ってて、いや大切ですみたいなの言っとって、やっぱそうなんだと思って、いやマジで本当に大切だよなって思ってて、本当にマジで頑張ってほしい。いや本当にね大切なんですよね。でもね、テレビでの応援も、テレビの応援でも全然喜んでくれるから嬉しいな。勝ちましょうね。本当にマジで出ましょう。今日はどっちがいっぱい出るんだろうね、ポイントガード、富樫選手か河村選手か。この間富樫選手よりか河村選手の方がいっぱい出てたよね、結構ね。最初は結構富樫さんも出てたんだけど点取ってたし、どうだろうね、こう波に乗ってる方をやっぱ出すんだろうけど、どっちかな。そうなの、また見たいよね。そうなんですよ、あれめちゃくちゃ良かったからさ。バスケは交代中なのがいいね。ねえそうなのね、なんかあんなにさコロ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 変えれるっていうところがさすごいよね。なんか見ててさ、あれ変わった、あれ変わったってなるじゃん。
そう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 、だからなんかやっぱそういうのいいよね。じゃあ次これを開けたいと思います。いきますよ。これめっちゃ可愛いの、前もいただいたんだけどめっちゃ可愛くて、これまた入れて、あ、まえむらちゃんだ。あれ、まえむらちゃんってこの前出なかったっけ。出てないか、初めてか。見てください、こんな可愛いんですよ。これ見て、カップ、あ、あった、カップ、なんて言うんですっけ、こういうのって、こういうやつ、めっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛い。なんかまえむらちゃんめっちゃ出るんだけど、別に前ピンク好きだけど、まえむらちゃん推しじゃないんだけどな。まあ可愛いからいいんだけど、可愛いよねこれで。しかもなんかこういう袋もねちゃんとついてきます。これ専用の、すごくない？これ専用の袋ついてくんの。こうやってなんか入れて持ち運べるよみたいな、そういうこと、そういうことらしいです。なんかこれ、この巾着全然なんかネックレスとかピアスとかにも全然使えそう、持ち運ぶときとかにも全然使えそう。なんかマイメロちゃんめっちゃ出るな、絶対出るやん。マイメロちゃんってなんか必須事項なんかな、マイメロちゃんが出ること。マジ絶対毎回出るんだけど、なんなんだろうね、必須なんかな。なんかマイメロちゃん可愛いからさ、しかもいっぱい持ってるしさ、つけようかなと思ったら、別にマイメロちゃん推しと勘違いされても困るしな、つけとってさ、マイメロちゃん推しなのって勘違いされても困るじゃん。別に困ることはないんだけどさ、そのさ、マイメロちゃん推しなのってさ、なってさ、誤解さしてしまうことが困るじゃん。だからさ、え、ちょっとつけたいんだけど、まあ推し以外ってつけづらいよね、結構ね。結構ね、推しなのかと思われちゃうじゃん、推しじゃないからさ、推しに従順だからち。よし、いくよ、せーの、パカン。2個目ね、これラスト。お、何、あ、落ちた。ポンポンプリンだ、かわいい。何こう、ペッパーミントみたいな、かわいい。かわいい。じゃあ見て、こう上こんな感じね、ここに乗ってんの、ここに乗ってんの、かわいい。見て、かわいい。かわいい。よしよし、かわいい。めっちゃかわいいんだけど、これやばくない？めっちゃかわいい。あ、ポンポンプリンじゃないわ、ポチャコだった、ごめん。なんか口と思ってることが全然違うこと喋って、ウケるんだけど、めっちゃかわいい、めっちゃかわいい。キャワタン、キャワタンですね、ありがとうみんな。嬉しい、めっちゃかわいいやん。そう、あ、そうだ、昨日さ、そういえば劇場公演だったんだね、うち。そうだった、なんか劇場公演だったんだよ昨日、うち。忘れてた、なんか話してない、なんか話したいの、話なんだっけなと思ってたね。劇場公演だったね、昨日来てくれた皆さんありがとう、オンデマで見てくれた皆さんもありがとう。ラストのポジションがいい立ち位置でパフォーマンスでした。なんかたまたまね、うちもともと羊の髪の毛をやろうと思って行ってて、最初みんなね、なんかハーフツインとかツインが多くて、今日みんなツインテール公演だねみたいになって、でうちが羊でって言ったんよ。そしたらなんかえーってなって、でなんか動物園みたいな感じにしようみたいになって、なんかユーリーさんの角とかねめっちゃいじられててね、超面白かったね。オンデマさんでめっちゃ角がさ超抜かれてたらしいじゃん。そうそうそう、なんか昨日みんなすごい和気あいもりもりな感じでね、とっても楽しかったなってすごい思いました。うんね、うん、すごい楽しかっただし、なんかそう、なんか昨日さ、その最後のメンバーもみたいなこと言ってたじゃないですか。いや、なんか本当に最後なんですよ私。そう、もうね、私キョンちゃんとか昨日で最後だったらしくて、そうそう、キョンちゃんにユリナさんと出るのも今日最後なんですって言われてて、そうだからもうね、一緒に出ないメンバーもいたんですよ。そうだからね、あー寂しいなと思ってさ、めっちゃ寂しいよね。めっちゃ楽しかったけど、でも超楽しかった、よかったなってめっちゃ思うし、超楽しかったな。ねえ、ねえ、本当にもう10月3日って決まってるからさ、
千秋楽が。だからさ、なんかあれだよね、すごい、もうあとちょっとだよ、ほんと1ヶ月ぐらいだから、本当にあとちょっと、寂しいですね。カレンちゃんも卒業公演の日程決まりましたもんね。22日だったかな。こうやってさ、どんどんさ、卒業発表してたメンバーのさ、卒業公演の日程がさ、こうやってさ発表されててさ、もう実感しないといけないじゃん。もうさ、寂しいよ、本当に本当に寂しい。なんか、ああ決まる、日程が決まるとさ、あ、本当この日でなくなっちゃうんだ。なんか正直ね、実感ないの、ぶっちゃけ。なんか同じチームとかだとすごい実感するんだけど、他チームのメンバーとかだと、なんかぶっちゃけ卒業してもなんかまだ全然在籍してる気分になっちゃうの。でふとした時とかに、あ、そっか、もういないのかって思ったりするのね。めちゃくちゃ寂しいなって、そういうのって、ってすごいね感じる。うん、ねえ、本当に、あ、みんなどんどんやめてっちゃうの、ね、いなくなっちゃうのね、本当に寂しい。特に同じチームとかでさ、やっぱ活動しててさ、関わりがあるメンバーとかだとなお寂しいなってやっぱ思っちゃうね。ね、本当にああやってワイワイ、なんか3年公演がね、みんなでこうワイワイできる公演だから、とても楽しいよね、ああいうのって。うん、あ、おなぎりなちゃんの写真出て嬉しかったって、おい、ありがとう、昨日の公演入って楽しかったよ、だって、嬉しい、ありがとう。そうだからさ、めっちゃね、チーム戦もなくなっちゃうね。なんかチームなくなるってどないね、なんかね、不思議な感じだよね。どんな感じなん、なんかどんな感じなんだよっていうかね、なんかね、って感じだよね。なんかさ、本当にマジで寂しいね。みんなも、まあ、昨日のね公演とか超和気あいあいとしてたってみんなコメントしてくれてるから、まあ、まだ見てない人はオンデマとかでね見ていただけたら嬉しいなって思いましたし、昨日来てくれた皆さんはね、まあ、またオンデマでね見返してくれたら嬉しいなって思います。まあそんな感じでちょっとこの辺でショールームは終了にしようかな。はい、ちょっと今日短い、ちょっと何時からやってたのか全然覚えてないから、ちょっと短いか何年かも分かんないんだけど、まあね、ちょっとこの辺で今日見ていただき本当にありがとうございました。私はこの後、まあいろいろやって、夜はバスケ、みんな一緒にあの応援してるよっていう、その7号ね実況できないから、みんなで応援してるよっていう気持ちで日本を一緒に応援しましょう。イエーまたリナもさ、終わったらねイエーイってツイートをねするから、イエーイって、あとインスタにもイエーイってやるから、それでみんなイエーイって言って、ツイッターで実況、やだ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 、ツイッターはやだ
ツイッターはちょっと無理無理、きつい。そうそうそう。インスタのストーリーとか、いや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 、ちょっときついきつい。めちゃほんとしょうもないことしか言わんから、ゆりな。え、だって755とか見ててもめっちゃ重いやろ。しょうもなさすぎて笑うんやけど、自分では。え、だからちょっとやだやだ。最終的な結果だけでもうみんなと一緒にやってるだけで、一応もう電話つなげてママと一緒に応援するわ、だから。この間同様、電話つなげてママと一緒に応援したいと思います。なんでみんなも一緒に見ましょう、応援しましょう。勝ちたいですね、勝てるといいですね。いや勝てる、いやもはや勝てる、勝てる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 、弱音を言っちゃいけんわ。これが届いてしまうかもしれんのんでね、ポジティブなことしかね、あの言わないんですよ私。人にはマジでポジティブなことしか言わないからさ、本当に自分はそうじゃないけど、本当人にはマジでなんかポジティブなことしかさ言わないのよ。そう、なんか例えばミスがあったとしても、なんか本当実況者の人の気持ちいいって感じ。なんか実況者の人とかもさ、なんか外れたりとかしてもさ、あー惜しいですねみたいな、でもこの感じを続けていったらいい傾向ですよみたいな、これを続けていきましょうとかってさ、こう言ってるじゃないですか。もう私もそんな感じ、本当にそう、もう私もそれと同時にテレビでよしいけるよみたいな、もう数打ち入る落ち着いていこうみたいな感じで、人にはめっちゃねポジティブになれるから、基本そういうねネガティブなことは言わないし、特にスポーツの世界だとさ、一番悔しいのって自分、うちもね中学校の時とか、まあスポーツちょっとやってたからさ思うけど、みんなもやってたから分かると思うんだけどさ、なんかなんだよ、なんかさ一番悔しいのはさ自分だし、自分のプレーがうまくいってないことも分かってんのも自分じゃん。人に言われなくてもさ分かってるよって話じゃないですか、そんなのさ。まあ監督とかさコーチとかに言われるんだったらさ、まあなんかそのここをこう直せとか言われたらさ、まあ確かにってなるんやけどさ、そんなさ、そんなバスケット選手でもない人からさ言われたとてじゃないですか。一番悔しいのも気持ちもなってるのも自分やし、結果を出すのも自分じゃないですか、結局自分だから。なんかそういうさ周りの人たちにさ、それなんかそのコーチ陣とか監督さんとか以外にさ言われてもさ、えってなるじゃん。そうだからもう基本的になんかそういうネガティブなこととか、ちょっとなんかなんだろうな、あの相手を指すような言葉とかまあ言わない。そう言わない、だってできない、私もあんなすごいプレーできないし、そうあんな機敏に動けないから、こっちがなんかいやさあみたいな、いやまあそれ勝ったけどいいけどさあみたいな、ミスりすぎじゃないみたいな、ちょっとあれじゃダメだわとかさ、どの口が言うとんねんってなるわけじゃないですか。だからそんなことは絶対に言わない。そう、そうそうそう、あのミスあったかもしんないけどでもみたいな感じに、そうそうそう、だからもうなんかそういう風にね応援してる。基本応援するときはそういうスタンスだね、基本携帯。うん、そうそうそう、だからなんかそれがさ、こうさ届いちゃった、怖い、いや絶対届かないんだけど、わかる、その気持ちがさ、そのさネガティブな気持ちが届いちゃったらさダメじゃん選手の人たちに。だからもう応援するときはもう絶対ポジティブなことしかも言わない。そう、いやいけるよまだ追い返せるとか、もうなんかそういうこと言って、とりあえず盛り上げて頑張ってっていう、そうことを心がけてますね。だから自分のそのなんだろう、管轄外のことは基本的にねそういう風にね応援していこうっていうね気持ちでねやってます。そういうとこだけポジティブシンキングなんだよな、なんかちょっと自分でも意味がわからんのだけど、そうそうそう、そういうとこはねめっちゃポジティブなんだよね。そういう風に
なんかでもなんかそういうことはね本当にねアイドルやりだしてね余計に思ったわ。うん、そう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 、ポジティブなことを言われてイラッとはしないからさ。そうだからみんなもポジティブなことをいっぱい言いながらいっぱい応援しましょうね。ゆいなちゃんもいっぱい応援しますじゃあそのわけでゆいなちゃんちょっとやることいっぱいあるからちょっとショールーム終了してバスケまでの時間もうお風呂入ったりとかもうメイクも落としたりとかご飯作ったりとかちょっといろいろとりあえずやることをやってバスケを見てバスケ見たらまたちょっといてやることやって覚えて頑張ります。みんなも仕事まだ終わってないんかな、みんなもまだ仕事終わってないか、まだ6時じゃ終わってないかだけどみんなも仕事頑張れ、バスケまでに終わるといいね。じゃあ13位ヤングさん、12位マーニャンさん、11位ザック1973さん、昨日の公演最高に楽しかったですだって、ありがとう、こちらこそめっちゃ楽しかったっす。10位アサヒさん、2位じゃなくて9位ナッティさん、8位カズさん、7位ジェリーさん、6位秋彦さん、5位ジェイカネコさん、4位ティーンさん、3位トキタピさん、2位オカヤンさん、そして今日の第1位はひでゆきさんです。昨日のビジュアルもパフォーマンスも最高すぎたって、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあそんなわけで、今日も見ていただき本当にありがとうございました。じゃあ皆さんまた明日の、配信で、明日日曜日じゃん、あ明日日曜日なんだね、明日日曜日だって、みんな今日土曜日だったんだ、知らなかった。はい、皆さん明日も日曜日頑張っていきましょう。じゃあみんなバイバイ、ありがとう、またねー。